原因は自分にあるの小泉耕作です。フェイクモーション2022 SMR ライブショーを行います。そうですね、今回フェイクモーションライブ僕は3回出るということなんですけど、今回が初めて朗読劇をやらせていただくということで、すごく緊張していますけど頑張りますので応援よろしくお願いします。